最終回は山崎武さんに実況席に加わっていただきます。よろしくお願いします。お願いします。面白いゲームになりました。そうですね、こんなに面白いと思ってたんですね。そういう意味では小村さん大切ですね。そうですね、今日小村さんと体重クラブしたんですけど、はい、カロスで負けました。そうですか。はい、今日小村さんと体重クラブしたんですけど、はい、さらにジャンプになったときに小村さん、あらかわらず小村さん、最高です。そして尊敬によるリッチ練習を開始しました。どこで出てくるか。打った、レフトの前、前進、前進、前進。親子仲のプレーということになりましたが、どういう表情でこの難しさがお得でしょうか。穏やかですね、穏やかです。その忍びはしませんでした。はい、はい、プレーです。さあ、ということでランナー荒木で2塁、追加点のチャンス。そして鳥越雄介、大型ショートということで、ショートの9割9分7人というのは未だ日本記録です。守備率を誇っています。鳥越も久しぶりのドラゴンズで、本当ですよね。香りをする人ですけどね。もう不幸な人間になっちゃいましたけどね。ただしかし、この甘いマスクですから非常に人気者だったという私は記憶があります。まあね、いろいろなところでコーチもやってましたから。そうですね、はい、ちょっと緩い当たりになりました。緩い当たり3分を走って、もともとフィールディングの良さでは定評がありましたが、そしてさあ野上さんに代わって四半世紀の時を超えて孫徳之助。いやー、これは楽しみです。楽しみありますね。大投げありますね。そうですね、そうですね、はい、99年の胴上げ投手です。97年には38セーブで最多セーブ、日韓両方の国で史上初めて100セーブをマークしました。韓国のレジェンドピッチャーが日本でも活躍してくれました。通算では98セーブ。さて、遠藤一斉バッターボックスです。さあ、孫という注目の1球目、高め、ボールのボールです。ぜひ、ランナー3分という状況ですが、2点差で抑えた、そういう状況をちょっと見ていきたい。ピッチャーゴロ、こうやった、大学前進守備。さあ、ランナー走りません。ここはリージョンの韓国ペアのプレーです。ソンとイヨルが投げてリージョンボムが取る状況になりました。はい、ソンさんの陣長、はい、ね、年も先輩後輩なんですけど、そうですね、はい、絶対に先輩後輩になりましたね。そうですよね、そうですよね。あの情報がもうソンさんの前でも着々するのでしたから、そういうことが出ましたから、はい、そういうことがでした。さあ、ツーアウトになりました。ゼロで封じていくか。そして一方、青いユニフォーム恐竜チームは岩瀬ひときが投球練習を開始しています。レジェンドクローザー2人の対戦ということになりそうです。しかしたまらんですね、この5対3という展開でこういうのを迎えるのは。ちょっとね、大味なゲームになるかなと思ってますね。打ちました、いい当てですが、左に左にタッチ、1塁へ、そして3番目で2を2-0で広げていきました。
四半世紀ぶりのこの中での登板、そっとね